ハレアカラ国立公園の位置ハレアカラ国立公園はハワイ州のマウイ島に位置する米国の国立公園である。公園の面積は1 1 8 k ルで、そのうち 100km はウィルダネスエリアである。公園ははじめはハワイ島のマウナロア火山、キラウエア火山と共に1916年ハワイ国立公園の一部となったが、1961年、 別の国立公園となった。公園は1980年生物圏保護区に指定された。ハレアカラという名はハワイ語で太陽の家を意味する。地元の言い伝えによると半神半人のマウイが1日を長くするため太陽をここに閉じ込めたという。公園の目玉は旧火山であるハレアカラ火山である。この山が最後に噴火したのは1790年頃のことである。 公園は二つの異なる地区に分けられる、山頂地域とキパフル地域である。公園の二つの地区への来園者は年間平均145万人である。標高2969メートルのビジターセンターからの眺めビジターセンターから見た、晴れあから天文台ロードバイクに乗る、観光客山頂地域には、晴れあからクレーター、火山の山頂、山頂周辺地域がある。この地域には、 ハワイ州道378号線で行くことができる。この地区の主な目玉は疑いなく有名なハれアカラクレーターである。巨大なクレーターで直径 11.25km、幅 3.2km、深さ約 800m である。クレーターの内側には大きな噴石球等火山によってできた多くの地形が点在する。日本の主要な道が山頂地域から クレーターの中に続いている。すなわち、ハレマウートレールとスライディングサンズトレールである。ハイカーは、クレーター内の3つの山小屋のいずれかに泊まれる。毎朝、来園者は火山の頂上に壮大な日の出を見に訪れる。午後にはより多くの来園者が同じくらい見事な日没を見にやってくる。公園の一つのアトラクションは、ホゼマアの森で、この森は、ヒマラヤ山脈のヒマラヤぎ。 日本の杉、オーストラリアのユーカリ、北アメリカの木々といった外来の木からできたユニークな森である。在来の草木も森で見受けられるが、日照不足のせいであまり目にすることはない。公園は独特の火山性生成物、数多くの見晴らしの良い場所がある長く景色の良い車道、非常に澄んだ夜空の眺めで知られている。晴れあからは、米国における、 天体観測のための最良の場所の一つで、多くの地元の商店で、双眼鏡と望遠鏡が借りられる。ネネも、晴れ明らクレーター内の自然の生息地で観察できる。ハワイ岩は、公園内では一旦完全に死に絶えたが、1946年、ボーイスカウトの助けにより、再導入された。バックパックで、クレーターの中まではカドりを運んだのである。 キッパフルのプールで泳ぐ人たち晴れアから国立公園のキッパフル地区銀剣総公園の2番目の地区はキッパフル地区である山頂地域からこの地区に直接車で行くことはできない島の風上の海岸を通る曲がりくねった湾岸道路を通っていく必要があるこの地区はキッパフル谷の下方部分の中にある山頂地域とは谷の情報部分で隔てられている谷の上方の地区は キパフルダに生物圏保護区に指定されており、この壊れやすい生態系の中の固有の植物種、動物種を保護するために、一般人には公開されていない。この地区の目玉は、オヘオと呼ばれる峡谷にある、パリケア川沿いのニダースを越える淵である。これらの淵には、珍しい在来の淡水魚がいる。来園者はここで泳ぐこともできるし、ワイモク滝の下まで続く山道をハイキングすることも、できる。 火山地域にあるため、島で現在見られるすべての動植物は、開拓者によって持ち込まれたものか、自然に渡ってきたものである。ここに、到着の後、環境への風変わりの適応の結果、ユニークな種となっている。この公園には、実際、最も多くの絶滅危惧種が住んでいる。島のこの地域への旅行者が増えてきたため、固有種は壊滅的な打撃を受けた。ありがとうございます。